ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは、原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。今日紹介したいのは、ゆくわきですね。こちらの完全運用ガイドですね。運用の仕方をお伝えしたいと思います。結構言い間違ってるパーティー編成などありますんで、まあ、そこら辺をお話ししながらってことですね。で、一応、まあ、武器とか生物、あとはまあ、簡単な、キャラクターの性能など話して、まあ、パーティー構成いくつか紹介して解説していきたいと思いますので、最後の方までご視聴よろしくお願いします。まず簡単に命の星座の説明ですね。1凸アマスダレの剣最大数1本増えます。これが3本だったのが4本になると。で、2凸で元素爆発の継続時間が長くなる3秒。で、剣サメ攻撃を受けた敵の水耐性が下がる、かなり強力なのが2凸。で、3凸が元素爆発の、レベルが上がる。で、4凸が元素爆発中にスキルの攻撃を、ダメージが 50% アップする。なんで、元素爆発を発動させて、スキルを打って退場するっていうのがベターで、で、それに、まあ、祭礼の剣とかだったら2発ね、入れて退場して、元素エネルギーをしっかり回収するっていうのが多いようですね。で、5凸、元素スキル、まあ、3。アップ。これで火力がさらに飛躍的に伸びて、6凸ですね。これが元素爆発2回発動後、3発目に5本出る。1発目と2発目って、2本、3本って1本ずつ増えて、合計5本出るんですね。で、次に発動する3発目に5発出る。なので、1、2、3っていう順番で、2本、3本、5本っていう風に当たっていきます。そしたら、またそれが2本に戻って、2、3、5、2、3、5っていう風な順繰りにやって、まあ、連続で出し続けることができるのであれば15、6本出ることになります。で、命中したら元素エネルギーが3回復するっていう効果もついてます。なので、剣サメ攻撃は命中すると元素エネルギーが、ゆくわきの元素エネルギーが3だ、まあ15、6本、まあ15、6発か15、6発発動して、それが全部当たったとすれば、まあ、45とか回復するんで、ほぼ40族と変わらないようなポテンシャルになるので、まあ、6凸かなり強烈ですねっていうのがゆくわき。なので、6凸したら元素エネルギーチャージをゴリゴリに振ってる場合、それをまあ、多少下げてもいいのかなっていう印象はしますね。ただまあ、注意してほしいのが、元素爆発した後に、ゆくわきの剣サメ攻撃を出し渋らないで、もゴリッゴリぶつけていかないと、まあ、この効果を見込めなくなってしまうってところが注意点ですね。はい。で、おすすめの武器なんですけども、星5であれば、まあ、万眼、新しい、これがもう、ほぼ強いと。回心率をコントロールできてるし、まあ、HP 上げると。まあ、攻撃力が上がる。回心率がもう非常に高いっていうところになります。で、天空もいいですね。これ、6凸してなかったらチャージ効率も必要になってくるんで、まあ、6凸の天空なんかも、かなり強いと思います。移動速度、攻撃速度が上がって、まあ、剣サメをね、無理なく入れていくっていうことも可能になりますし。ただ、これは、ゆくわきが出続けのパターンとかじゃないと難しいケースですね。例えば、ベネットと組み合わせて、後で詳しく説明しますけど、出続けパターンであれば、こんな感じ。で、あとはまあ、残残とかもいいんですけど、まあ、シールドを自分で貼るキャラではないので、まあ、持ってるんだったらこっちとかの方がいいと思います。で、次に、まあ、腐食とか、これ、イベントで手に入った腐食ですね。これ、元素チャージ効率が、まあ、上がるってところで、やっぱり強い。で、元素スキル、例えば4凸、5凸まで行って、元素スキルは非常に強い。そういうことであれば、腐食とか使って、ダメージを伸ばしていくっていうのもありだと思います。で、祭礼ですね。これも、まあ、4凸して、4凸しなくてもね、倍率は高いので、元素爆発を打って、で、元素スキル2発打って、ダメージ伸ばして、元素チャージをね、ゴリゴリ入れていくと。で、もう一つ、まあ、火力をね、そのまま出していく。例えば、黎明の神剣。これなんかね、お手軽で非常にいいと思いますね。退場型、サブアタッカー退場型ですね。元素爆発発動して、元素スキル打って退場して、で、HP が減らない状態で、回心率も、回心ダメージも入ってる。で、かなり火力もそこそこ出ると。なので、まあ、火力をね、剣サメの火力を出していくっていうのであれば、これがいいんじゃないかなと、個人的には思います。
はい、幻想スキル2連撃の倍率は天部12で336、382、火力が非常に高い。まあ2連撃になってしまうのはちょっと残念、水の2連撃ってちょっと残念なんですけど、あのまあ炎に対して水をかけると一発であの幻想が消えてしまうんで、まあ初手の336にしかかからない。でもそれをまあ見てもかなり非常にこう火力が高いというところですね。で元素粒子が4から5個出るが、まあ、クールタイムが21秒と長いのでチャージ効率がまあ多少必要になってきてしまうっていうのがありますね。まあ、それも突していくとかパーティー編成によっては変えれます。でダメージ軽減と中断耐性があるので、もうすだれですね、あの元素爆発を発動した後にこれが出てれば、まあ、ボコボコに殴り続けることができるっていう利点がある。非常にこのキャラ一つで完結できるいいキャラクターですね。で、すだれが壊れると本数かける行く秋の HP の 6% が上限で回復すると。でもこれって非常に盲点で治療効果バフで上げれるんですよ。なので水に編成なので治療効果 30% 上げれば1000しか回復しないところは1300とかで回復して、それが 4個で2400、全然変わってくるわけですよね、最終的に回復量が。なので編成一つ変えるだけで、例えば水キャラ入れれば水 の回収もできるようになるじゃないですか。なのでそこら辺のチャージ面でも回復面でも非常に面白いのが水に編成で 6% 固定分をね、こう治療効果で上げれる効果、かなりおすすめです。ちょいちょい効いてくると思います。まあ、元素爆発テンプ12の場合ですね、倍率 109% プラス本数で通常攻撃にしっかり反応すれば、それが滞りなく発動すれば 1.2 秒ほどで発動がしていきます。で18秒とか15秒なんですよね、その6突するかどうかで。なのでそれによって本数は変わるんですけども、まあ15秒だとしたら、まあ1回目の発動で2本、2回目の発動で3本で、2本3本2本3本のループで 1.2 秒ごとなんで合計37本っていう形になりますね。なのでそこら辺で倍率は変わってくると。例えば5000ダメージぐらいのそれで組めれば、それプラス37本なんで、まあ、18万5000みたいなダメージになってくる。で、6突すれば継続時間長くなるので、全部で15、6回打てるっていうところで、それでどうなのっていうこと、3回目の発動が5本になります。で、2本、3本、5本のループに変わるので、合計50本から、まあ、52本という形になるので、まあ、それが例えば、さっき言った5000とかのダメージのやつで、まあ、6突になった場合、こうなってしまうと、もうそれプラス50、かける50とかなんで、もう圧倒的に火力が変わってきますよね。なので、それをちょっと、実演してみたんで見てください。で、元素爆発なんですけども、6突すると、1発目の剣撃と2発目の剣撃当たった後に、3発目に5発出る剣撃に変わりますね。これやってみましょうか。はい。こんな感じで2回目が3発、3回目が5発入ってますよね。2、3、5で2、3、5で、この間隔はだいたいなんかこれぐらいの、連続で打ちまくったとしてもこの秒間の差で出る感じなんですよね。はい、こんな感じ。はい、じゃあ生物構成ですね。完全サブ編成の時は、まあ、かなり面白いのが旧貴族4セットとかですね。まあ、旧貴族4セットっていうのは例えば旧貴族剣闘士とかにしてサブアタッカーにする場合とかは、まあ攻撃力 18% しか上がらないに対して 20% 上がりますし、例えばシャンリンの元素爆発の前にこっちで撃ってシャンリンに移動してみたいなことで、まあ攻撃力を他のキャラクターのも上げることができると。なので、まあ、そこら辺がいいとは思いますね。なので、旧貴族4セットか、あるいは旧貴族水2とか、そういうのがいいと思います。で、例えば、フータオなどがこれから実装されてますよね。なので、ベネット外す構成とかでも非常に優秀ですね。例えば、旧貴族誰が打つのって話になってきたりするんで。
で、その他のメインアタッカーと組み合わせるときでも完全サブ構成は非常に優秀だってことがわかると思います。後で編成のバージョンでお伝えします。で、旧貴族4セットはユクアキの幻想爆発自体にも影響するから非常に強いんですよね。なので幻想爆発打ってスキル2発打つって時もスキルにも影響する。はい。なので他に旧貴族4セットを入れてるキャラがいない場合はパーティー全体の強化に貢献できるのでグッド。で、例えばトリガーで出続けるケースですね。完全サブ編成じゃなくて、その場合ベネットが、まあ、いる場合、ベネットがいるとベネットフィールドに居続けなきゃいけないんですね。例えばあのベネットフィールドを打って行く空きで元素爆発打って、で他の例えばクレイとかに変えて打ちますとかだと、もうあの1秒後、1秒半かな、 1.6 秒ごと後にはもうベネットの効果がない状態になってしまいます。なので、ベネットと行く空きを入れている場合は、行く空きはね、トリガーで出続けなきゃいけないっていうようなことになります。ただ、出続けの行く空きも、すだれ、剣サメ強いので、水剣闘士、水オア、旧貴族、ところかな。これぐらいにすると非常に火力は出るとは思いますけども、あまりおすすめはしないですね。汎用性の高いので組むのであれば、他のキャラクターと組み合わせる旧貴族4とかの方が面白いかなとは思いますね。で、捨て構成は、砂はチャージ効率か攻撃。はい。これは、とつり具合とか、持ってる武器とかで決めてください。で、あとは、水元素ダメージ。ね。こちら、聖杯の部分。で、冠。これは会心ダメージですね。で、武器は万眼か黎明かとか、そこら辺を使うと、まあ、非常に強いとは思います。パーティー編成で気をつけること、これは冒頭で言ったものになります。で、ベネット活用する場合、結局出ているアタッカーの火力しか上がらなくなる。要するに、行く空きの火力は上がらないんです。なので、行く空きは出続ける必要があるんですけども、行く空きが出続けるケースっていうときは、まあ非常に、まあその行く空き時代の火力、源泉がしっかりしないとなかなか難しいっていうところがあるので、ちょっと他の方法で火力を上げた方が良さそうですね。なので、キャラチェンも多くなりますよね。ベネットやって、ユクアキやって、で、他のメインキャラクターに移行してっていう感じになってると思います。結構ガチャガチャになってるので、最終的なね、実戦の DPS は下がってる可能性もあり得ます。で、メインアタッカーはちゃんと火力ぶりなのかっていうところですね。そう、メインアタッカーを据えるところ。例えば、UQ4 セットは非常に優秀ですね。ユクアキも強くなるので、UQ4 セットをの岩共鳴使ってやるのいいんですけども、例えばアルベドや勝利などに有給を持たせて、例えば結晶が出たらアルベドで勝利で拾ってやるとか、あるいはそのままね、勝利とかアルベド殴っちゃうとか、そういったもうキャラチェーンガチャガチャの編成とかで有給4セットアルベド勝利に入れさせるのとはもう完全に NG です。こういうおすすめは一切できないですね。で、じゃあどうするのかっていうときは、やっぱキャラチェン不要の設定にしなきゃいけないんで、行幸やノエル、あるいは岩じゃなくてもタルタリアなんか非常にいいんですね。水でタルタリアで殴って、で、例えばアルベドのさ、花のエリアの中でタルタリアで殴り続ければ、岩で水が出るわけですよね。なので、そういうアルベドのエリア内で戦うタルタリアとかに、有機4セットで殴りまくる。そうすれば行く空きのも出る。ね。で、行幸なんかも爆発的に火力ありますから、最高ですよね。で、ノエルは基本的に銃撃使わないで通常攻撃で元素爆発、通常攻撃でガンガン行くタイプ。なので、ここら辺は非常に有機4セット合います。で、次が、チャージ効率と回復力を高める編成は水元素2。で、これなんですけども、やっぱり水元素に偉大ですね。行く空きはやっぱ最大 HP の 6%、すだれが壊れたら回復するっていうので、一応補助効果もあるというような設定なんで、そこら辺を例えば 6% ね。で、水効果 30% 治療効果バフが増える。少しずつでもじわじわ効いてくるような設定なのと、一応ね、行く空きの、まあ、難点というか悩みの種はチャージ効率。なので、水元素のキャラクターがいることによって、回収も一応ね、狙いながらできるというところ。
で、もう一つ、デバフ系が好ましいです。やっぱりさっきのベネットの話もそうだし、確実に敵の能力値を下げていくデバフ系、ここら辺が好ましいですね。自分の能力を上げるよりも。で、なぜなら、デバフしっかりかけるときって、例えば、転生シールドね、勝利のこれもものすごい最高なんですけども、例えば、行幸で殴ってるときも、岩ダメージ減してますし、耐性下がってるし、水耐性も下がってる。なので、両方の相乗効果で、有給両方強くなるみたいなところがありますよね。最高なんですけども、まあ、そのデバフ効果を受けた状態で戦うことができる。なので、そこら辺、有効脇は非常に相性がいいのかなとは思いますね。で、一応それを鑑みて作ってみたのがこのパーティー。で、行幸、行く脇、タルタリア、ね。で、勝利。で、岩共鳴の、ほら。水共鳴と岩共鳴ですね。で、これ受ける治療効果も上がって、行く脇良くなる。で、行く脇のチャージ効率も良くなる。で、シールド強化不動入って、で、相手に与えるダメージももちろん上がる。ね。で、敵にダメージを与えた時に岩耐性も下がる。で、これで行幸さんがまた強くなると。いうようなところになるんで、こういう編成もなかなか面白いのかな。相手次第ですけど。はい。で、そうですね。あとは、まあ、タルタリアで通常攻撃の倍率、テンプが上がりますよね。例えば、行幸メインアタッカーでやるんだったら、行幸さんが強くなる。で、行く秋のね、すだれ破壊の回復力も上がる。で、そうだね。タルタリアで、例えば、元素爆発、弓の元素爆発って、弾流効果にする。4突効果で4秒に1回水元素の粒子が出てきて行く脇が溜まりやすい。で、勝利先生ね、勝利先生の転生シールドで全体性下がるプラス6突してたとしたらダメージ食らってもその回復になると。だから行く脇と勝利のダブル回復、まあ微回復ですけどね、そういうのが狙っていけるっていう形になります。で、もちろん、勝利先生の柱を置きながら戦えば、行幸の元素爆発も溜まりやすいみたいな。こういうね、パーティー編成とかすると非常に相手次第では面白い。他にもいろいろね、行く秋合うのあるので、ぜひ試してみてください。次実装されるフータウンにも非常に合うと思います。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。